-154 の三面図、フォッケウルフタ154は、第二次世界大戦中に、ドイツで開発された総発プロペラの夜間戦闘機。英国機もスキートに強く影響を受け、機体を構成する素材の約50%が木製である。夜戦での有効性が確認された、車重を胴体に装備し、連合国爆撃機を防備の薄い斜め後ろ下方から、 攻撃刺激追することを狙っていた。対戦末期の連合国や艦爆撃の迎撃を担当するため量産が開始されたが、胴体を接着する接着剤の不良があだとなり、墜落事故が発生したため開発中止となった。V、A、C 各タイプがあるが、ジェン年間によれば、V は試作型 A-1 と A-3 は量産型で、 前述の通り接着剤不良で20機余りの生産に過ぎなかった。A-2 は、短座 A-4 は、車砲装備の野戦型。C 型は 30mm 砲6門の昼間、戦闘機型であったというが、C 型の完成は確認されていない。連合国の夜間爆撃の激化に対抗するため、ドイツ航空省は、1942年8月に、 新型高性能や艦戦闘機の開発を航空機メーカー各社に指示した。使用は既存のエンジンを搭載した総発福崎で戦略物資を極力使用せず、1年以内に試作機を飛行させるというものだった。フォッケウルフ社のクルトタンク技師は木製の総発戦闘機の計画を提出し、これが航空省に採用され、た154として試作命令が出された。 試作第一号機は1943年7月に初飛行した。他154は胴体、主翼など機体の半分強が木製の総発機で、主翼は後翼式にして下方視界を確保していた。ユンカンスジュモ211液冷式エンジンを2機搭載し、降着装置は全員式だった。武装は試作機では機関砲六門で、そのうち二門は、 同対抗砲の射銃だったが、量産型では射銃を装備しないものも多かった。構造的には、イギリスのデハビランドモスキーと戦闘爆撃機の影響を受けており、イギリス機に対抗して、非公式にはモスキ島と呼ばれていた。試作機は7機生産されテスト回収を続けた結果、1943年12月には250機の発注を受けた。 先行生産型の A-0 が約20機生産されたが、これは機種に FAC-212 レーダーを搭載した夜間戦闘型だった。その後、昼間戦闘機型の A-1、A-2 が少数生産されるが、1944年にもなると、総発戦闘機が昼間に連合国の戦闘機に対抗するのは困難だったため開発は打ち切られた。 続いて、より強力なレーダーを搭載した A-4 が開発されるが、この頃には連合国の爆撃により、製造工場が大きな被害を受けていたため、生産は思うように進まなかった。また、木製部分の接着剤を製造していた工場が、被災したため別種の接着剤を調達、使用したが、この代用接着剤の不良のため1944年6月に連続して、 墜落事故が発生してしまった。しかし、接着剤の改善のめどが立たなかったため、1944年8月に本機の開発は中止となった。開発中止までに生産されたのは、試作機も含めて約50機だった。後翼、前足形式、総発の本機は、操縦席とエンジンの位置関係から、速報視界を得ることが難しかったフォーケーウルフタ五十四。 A-1 スペック最高速度時速 638km、上昇限度 1740m 武装 MK103 30mm 機関砲、4、MG151 20mm 機関砲に、戦闘機一覧。ありがとうございます。